皆さんこんにちは、えっちゃりんこです。ご視聴ありがとうございます。今回私はアメリカはカリフォルニア州のサンディエゴに来ています。2番目の娘の大学の卒業式に出席するのがメインの目的です。1週間という短い滞在でしたが、サンディエゴを満喫することができました。最後までどうぞお楽しみください。さて、娘のボーイフレンドニックの運転でおばあちゃんのオマと3人ダウンタウンにやってきました。ここバルボアシアターが卒業式の会場です。小さな大学なので式はこじんまりとしていましたが、大変賑やかでした。たくさん集まった親族や友人から大きな歓声が上がります。私もそうですが、学生も家族もみんな誇らしげです。食事の後、娘が写真を撮りたいというので、3人でバルボアパークに向かいます。バルボアパークの広さは東京ドーム104個分。美術館や博物館、そして有名なサンディエゴズーも含まれます。日本の上野公園は東京ドーム11個分なので、その広さはかなりのものですね。さあ、やってきたのは私が一番大好きな場所、睡蓮の池です。現在植物園の建物が工事中ですが、撮影スポットとしても人気の場所です。写真を撮っていると見知らぬ人たちが気軽におめでとうと声をかけてくれます。プロムのドレスを着る女の子たちも何人か見かけました。プロに写真を撮ってもらう人もいるそうです。ベンチに腰掛けてゆったりとリラックスできる素敵な場所です。次の日は娘の運転でニックと3人ビーチへ向かいます。日曜日の暑い日だからか、ビーチへ向かう道はもう渋滞しています。やってきたのはミッションビーチ。運よく車を止めることができました。この年になって初めて挑戦したブギーボード。水はちょっと冷たかったけど楽しく過ごすことができました。海で遊んだ後はお腹がちょっと空いてきました。連れてきてもらったのはフードコートのようないろんな料理が楽しめるところでした。私が食べたのはメキシコ料理、そして娘やニックは韓国料理を食べました。この辺り一帯はリバティステーションといって、1997年までは海軍の訓練センターでした。中にあるスーパーに寄ることにしました。このような商業施設だけでなく、歴史や芸術の中心地として再利用されています。サンディエゴは映画「トップガン」の舞台にもなったように基地の街でもあります。次の日はオマと一緒にアメリカの朝ごはんを食べにやってきました。コーヒーを頼めば何杯でもおかわり自由です。私は定番のバターミルクパンケーキ。バターをたっぷり塗ってメープルシロップもたっぷりかけるのがアメリカ流です。アメリカの朝ごはんといってもカロリーが高いので毎日食べる人はほとんどいません。時々友達や家族とブランチをするのが一般的だと思います。かなりの量なのでやっぱり残してしまいましたね。オマはボックスをもらって持ち帰ることにしました。午後は娘とドライブ。街路樹には美しい紫のジャカランダの花が咲いています。アメリカの卒業シーズンと時期が重なるお花、なんとなく日本の桜に似ているような気がします。この後は娘がお気に入りのコーヒー屋さんへ連れて行ってくれました。アイスのチャイティーラテがとても美味しかったです。ラスト2日です。今日はこちらオールドタウンからスタートです。今日は予定が盛りだくさんです。オールドタウンは州立の歴史公園、サンディエゴ発祥の地と言われています。こちらでは1800年代当時の街並みが再現されています。メキシコとの国境に接している町サンディエゴ。アメリカ・メキシコ戦争後1848年にアメリカ領になる前はメキシコの領地でした。こちらにはカラフルなメキシコタイルのお店やお土産屋さん、そしてレストランなどがあります。オールドタウンを後にして次はトロリに乗ってダウンタウンへ向かいます。今晩は仕事帰りのニックと待ち合わせをしてサンディエゴパドレスの試合を見に行く予定になっています。それまでの間娘と2人でダウンタウンをブラブラしたいと思います。少し戻る形になりますが、リトルイタリーの方へ向かって歩いていきます。リトルイタリーに着くと、道の両側にはイタリアンレストランやジェラートのお店が並んでいます。私たちは向かいにある老舗のイタリア料理屋さんに入ることにしました。ちょっとその前に娘がよく利用した模型の材料を扱う店に寄りました。大学時代の思い出に残る場所の一つのようです。お楽しみのイタリア料理を食べに行きます。お店の手前にイタリア料理の食材売り場があって、その奥にレストランの入り口があります。シーザーサラダとチーズラビオリを2人で分け合って食べました。お腹はいっぱいになりましたが、まだパドレスの試合まで時間があります。球場近くのカフェで時間を潰すことにしました。さあ、そろそろ時間なので球場に向かいます。今日はダルビッシュ有投手が登板予定だったのですが、違うピッチャーになってしまったようです。ニックとも合流しました。入り口で韓国人のキム選手の首振り人形をもらいました。ダウンタウンにあるペトコパークは2004年に誕生、サンディエゴパドレスの本拠地です。ホームランも出てエキサイティングな試合でした。さあ、最終日は娘と2人でゆっくりと過ごすことにしました。やってきたのはまた娘が好きな別のカフェです。今回も私はアイスのチャイティーラテを頼みました。お店によって少しずつ味が違うのが楽しいです。そして夕方の6時半から無料のコンサートがあるというので、再びバルボアパークへ向かいました。娘はサンディエゴで就職も決まりました。元気にやっていってくれることを祈ります。ではでは、今日は